せーの、新年明けまして、どうも私です。今日なんですけど、お正月企画ということで、あ、お餅100個食べるでございます。お正月と言ったらジャパニーズだったらおせちお餅じゃないですか。逆にお餅ってもう正月以外食べることないなと思って、今日は100個、はい、こちら版国内産水菜もち米 100% 仕様の1キロって書いてあるだけで100個ではないと思うんだけど、100個として一体何個食べれちゃうのかと。でまあこれだけ食べるの絶対しんどいと思うんで、僕お餅好きじゃないし、今日は助っ人呼んでます。はってなわけで、こちらエントリーナンバー1番がこしあん、ココア、そしてお団子で一番好きなきな粉、あとはまあ海苔巻いて醤油つけたりして美味しくいただこうじゃないかって感じで、早速上白クッキングスタジオガーこの感じ絶対100個ないよね。うわうわ、うん、石鹸だよね、お餅っていうかね。うわあ、オッケー、レゴ、はい、こんな感じで超わかりやすく書いてくださってて、電子レンジ、オーブントースター、煮る場合みたいな感じで3パターン一気にやっちゃいたいと思います。一人でやるとさ、なかなか時間かかるじゃないですか。まとめて一気に作って一気に食べよう。はい、まずはこちら薬舞台でございます。1234、はい、じゃあこの中に投入、あっちあっち、オッケーオッケーオッケー一人でやるの大変、あっちもこっちもそっちもあっちもあって、どう調子は。あ、一番いい、行きましょう。こっちはオッケー、こいつらもオッケー、こっちも、あー、いい感じいい感じ、君たちも、あー、いいじゃないの。猛烈に大変だった、しかしできた。うわ、匂いがいいわ、最悪。目離してたらこんなに焦げちゃった。ちょっと焦げてない部分食べます。うん、いただきます。お汁粉からいただきたい。前、うわ、ここお汁粉って初めて食べるけど、こんな感じなんだね。なんかジュース、うんうん、あ、焼いた方がいいわ。うん、うん、うんうんうん、詰まるんだよな。いつもの調子で一口大きく食べてると、あ、これ餅だったんだって思い出しますね。じゃあちょっとこの海苔で巻いたやついっちゃっていいですかね。これ、この海苔ちなみに賞味期限1ヶ月切れこれ好きな人多いんじゃないですか、焼いて醤油だれみたいな。あ、寿司、僕お団子で一番好きなのみたらし団子なんだけど、これ団子であったら絶対売れる。ちょっと和で来ちゃったから、ココアでいきたいと思います。絶対むせるやつ。この焦げと相まってめちゃめちゃ苦い。僕さ、お餅ってすごい苦手で、苦手になったエピソードがあるんですけど、小学1年生の頃の給食で白玉っていうやつが出てきたんですね。ああ、美味しいな、これ。白玉っていうのは、お餅をたまたまにしたみたいなやつなんですけど、それで喉を詰まらせて、私は今死ぬんだなと思ったんですよ。で、そっから1週間ぐらい何も喉を通さなくて、水も飲めねえ、自分の唾すら飲めないみたいな時があって、もうそっからお餅はめちゃめちゃ苦手っていうか、もう食べれない。こいつを食べたら私は死ぬみたいになってたんだけど、いつの間にか食べれるようになってた。苦い、甘い、苦い、甘い。うん。よかったら皆さんのお正月エピソードコメントで教えてください。僕やっぱお正月ね、一番好きなんだよね。ご飯を振る舞ってもらうわけなんですけど、美味しいのなんのね。はい。自炊するようになってからさ、そのご馳走がいかにすごいものだと。もうお年玉なんてもうなくても、ご飯が欲しい。海苔の賞味期限が切れてなければもう100点。切れちゃってるからまあ40点。重たいっていうか、疲れますね。結構筋トレにはなるかな。あと2022年、今年の目標、前も言ったんですけど、でかい冷蔵庫買う。これ全然取れないけど。あ、餅、あ、
米遊ばせ、でかい冷蔵庫のために引っ越しする、そのために頑張れ。みんな今年もよろしく。うん、優しい。きなこってすごい好きなんだよね、この優しさ。日本に来たみたいなウェルカム精神で迎えてくれる。あと今年の目標があって、顔痩せですね。顔がむくみやすくて、あと肉もどこからつくかっていうと顔からつくんですけど、もうね、太ったんだよね。最悪。体重は増えてないんだけど、顔にはついちゃうみたいな。顔痩せは目標にしていきたい。いろんな味作ったとしても、お餅本来のお餅そのものの特性は消えないから、飽きましたね、このもちもち感が。あ、ここまで来るとみずみずしい餅の良さも気づきますね。うん、あとも YouTube ライブとかでもよく言ってたりするんですけど、キャラクターをね作ってきたですよね。可愛いマスコットみたいなやつ、やっぱきなこだな。餅をモチーフにするのもいいかもしれないね、餅だけに。あとまあ YouTube もっともっと頑張る。同じ時期に始めた人がもう10万人とかなってるのを見ると、何やってんねん自分って思いますもんね。頑張るぜ。今回一番合わなかったのはここは。うん、ふん、餅は3切れでいいかな。もうごちそうさまでした。はい、去年の自分より今の自分頑張って飛躍したいと思います。皆さん今年も応援よろしくお願いします。お餅は1個でいい、はい、最後までご視聴ありがとうございました。よかったら他の動画も見てください。チャンネル登録と評価もよろしくお願いします。ではまた。さあやってきました2022年、自分の行動で未来は変わる。頑張ります。またねー。